はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第25章ですね、やっていきたいと思います。前回は子供の外伝をやりまして、子供が仲間になったところですね。そこそこの戦闘能力があったんで、とりあえず子供入れて25章やっていきますか。これは何て読むんだ、なんとかの正体。ガンズは倒したが、リリスを失った一行。悲しみを振り切り、ガロン王のいる部屋を目指して階段を上る。その途中、ミカミックスたちにさらなる試練が降りかかる。これ何て読むんだろうね。ちょっとわかんないですけど。おお。ミカミックスお兄ちゃん、こっちよ。お父様の部屋がある塔に行くにはこの階段を登るの。わかった。ん、待ってくれエリーゼ、上階に誰かいる。え、誰だ。結構広いとこだな。マクベスじゃないか。お、消えた。こいつ消えれるのすごいよね。ほうほう、驚きましたね、ミカミックス王子。まさかこんなところまでたどり着かれるとは。マクベス、さあこちらへ。エリーゼ様、もう大丈夫ですよ。すぐにお兄様のところにお連れします。いやよマクベス、あなたはマークスお兄ちゃんやレオン兄ちゃんをそそのかしてミカミックスお兄ちゃんと戦わせようとしてたくせに。もういいよエリーゼ、こいつには何を言ったって同じさ。正義なんかクソくらえって思ってるようなやつだからね。そんなやつは蹴散らしてやればいい。結構邪悪な考えだな。怖い。確かにあなたのおっしゃる通り、私は正義なんてものは信じません。このようにね。何、なんだ、人質に取られたか、もしかして。あれ、なんだ、もしや匠、裏切り行為か。なぜだ、なぜ君がアクアを。洗脳が解けていなかったってことだ。そんな、どうしてあなたが。匠、これはどういうことだ。わかりませんか、ミカミックス王子。匠王子は最初から我々アンヤ王国についていたのですよ。だから忠告したでしょう、あなた方の中にコウモリがいると。彼のおかげであなた方の行動は筒抜けになっていたというわけです。まさか匠が。どうです、お仲間に裏切られた気持ちは。相手を信じる心、仲間同士の信頼、バカバカしいですね。そんなくだらないものを持つからこうして騙されるのですよ。違う。はあ、違う。匠は裏切ってなんかいない。確かに匠から僕たちの行動が筒抜けになっていたのだとしても、それはもしかしたら。何を言っているんです、匠王子は裏切り者ですよ。彼は他の兄弟ばかり称賛されることに劣等感をお持ちだった。だから自分が一番だと証明するために、自分だけが生き残るためにあなた方を騙し続けてきたのです。許せない裏切りでしょう。さあ憎み合いなさい、殺し合いなさい。そんなことはしない。僕たちはお前の策には乗らない。匠、無限渓谷に落ちてそこで何かに囚われたんだな。そんなこと自分の意思じゃないんだろう。正気を取り戻してくれ匠。ダメだ、麻薬中毒者には何を言っても無駄だ。私の歌で。それはダメだ。おお、なんかめっちゃ刺さった音がしたぞ今。アクア。おお、匠王子はご自分の意思で攻撃をされました。このままではアクア王子は殺されてしまいますよ。仲間の命が惜しければ匠王子を殺すことですね。匠、てんてんてん。おや、覚悟を決められたようですな。さあ早く匠王子を。信じるよ匠、それでも僕は君を。兄さん。いや、なに。今なら匠、今助けるわ。てかお前どこ攻撃されたんだよ。今度こそあなたの中の魔をすべて取り除いてみせる。ゆらりゆるらり
まずい、あの歌を歌わせては。うう、こいつも凄まじい攻撃をした。見かけによらずやるな。うぶってなんだ、うぶって。すいません。アクア姉様の邪魔をしたら許しません。さくら。おしゃくな、いくら王女でも許しませんよ。少し痛い目を見せて差し上げないといけないようですね。やめるんだ、マクベス。おお、今度は何の攻撃だ。よかったよ、間に合って。たくみ、正気に戻ったんだね。ありがとう。ミカミックス兄さん、僕のこと信じてくれて。まあ、麻薬中毒から立ち直るのは相当な気力が必要だからな、多分。麻薬をやってないんでわかんないですけど、当たり前じゃないか。バーかな、こんなことが。よくもやったね。この僕を操って貢献にしてくれたね。さっきお前の言っていた兄弟に対する僕の劣等感は本当だ。でも僕はこの戦いで分かったんだよ、僕には僕にしかできないことがあるって。だから愛する兄弟を、そして大切な仲間を裏切るなんて真似は絶対にしない。誇り高き白夜王国の王子としてね。終わりだよ、マクベス。卑怯な手を使って僕たちを殺し合わせようとしたお前は絶対に許さない。死をもって償え。お前との因縁はここで決着をつける。普通に戦闘だし、さっき目の前にいたんだからさ、そのままぶった切れよ。とりあえず戦闘開始じゃなくてユニット選択だよ。出す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 。うん、こいつらはみんな出す。カンナ出しましょう。カンナ、アシュラ、タクミ、サイゾウ、オボロ、錦まで出てるな。ってことは一人出れるな、さっきと比べて。どうしようかな。聖天魔武者レベル2か、どうしよう。錦を出すか、なんとなくだけど。敵衝撃波ってことはマクベスを倒せってこと。ソーサラーか、葉隠れ、なんか謎のアイテムを持ってる。宝箱があるな、ここに2つあるか。ってことは多分サイゾウとあとシーフのやつ、こいつだ。二手に分かれるか。まず真ん中に敵を集めてこいつらを撃破する必要があるな。匠を一旦ここに置くか。よし、いける。おりゃおりゃ。最初絶対これになってんな。オンとで、あとフェリシアで。おー、いいね。強い強い。片付きましたよ。で、あとはモズメの弓で。倒せないけどしょうがない。援護してあげるよ。くらえ。おお、裸になった。裸になるとどうなるっていうのが未だにわからない。カンナはここに置いてこいつを倒そう。裸マン。終わりだ。なんか裸になると防御力が下がるっていう感じでもないな。あとこいつ誰だ、ストラテジスト、魔法使いか。ってことは魔法使いを投入しよう。結構食らうな。ミカミックスはどうだ、倒せるけど食らうか。いやー厳しいな。夕霧はどうだ。まあいっか、これはもうしょうがない。大丈夫だよ。ちょっと待った。近いよ、よりによって。なんかぶっ倒れてんだ。綺麗。バランス感覚が悪いのか、お前。よし、17レベル。おみくじ。何おみくじ。あ、経験値2倍か。魔力プラス2いらないな。おみくじとかでも発動したことないからな。回復させよう。というか、龍馬をちょっと前線に持ってきて、こいつらで才蔵か。才蔵ちょっと左から攻めて、自分と龍馬はちょっと分けよう場所を。錦こっちで、こいつが盾。よし、 OK。 来たか。よしよしよし。あれ、なんか後ろのやつが来たな。誰だあれ。
ユギーは多分自分で回復できるな、そのうち。暗夜兵メイド。よくわからん。グレートナイトを排除するか、まずは。サイゾウでどうだ、減らせられるか。おぼろも微妙なレベルだしな。こいつどう、まずは減らそう、サイラスで。ああ、来たの。硬い、やはり硬いか。これで15レベル。15になると多分混合の一撃スキルを覚えるんだよな。サイゾウは倒せる。よし、メイドちゃん強い。サイゾウ毎回このセリフだな。自分の攻撃力だけだと弱いから、毎回横取りしてもらわないと。人形崩し、なんだ人形崩しって。さくらは回復しつつレベルが上げられるから、食らうけどしょうがない。変身、大丈夫、おりゃ、いってー、くらえ。楽しかったよ。早急に回復しなければこいつは。4レベル。ヨーコの強さがいまいちわからないな。あれ、夏祭り少ない、もしや。あとはもう一回待って、左右の敵は動き寄せたいけど、マジ超機動力すげえこいつ。今の機動力すげえな。いって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 、危ね危ね、攻撃されたら死ぬところだった。しかも変な増援が来たし。ボーナイト、グレートナイト、どうだ、再造でいけるな。ちょっとまんべんなくレベル上げていかないと。オッケーオッケー。悪いな。で、おぼろちゃんどう。うおほ、ヒットボート一応1の方で。これはどうだ、服がほつれてるわよ。勝ってんだからこいつら。これで倒せんだろう。倒せないのかよ。フェリシアだと絶対倒せるかな。こいつを投入するか。大丈夫だ。一発切らない。かわせるか。全然かわせないし。なぜかぶっ倒れ。さてさてさて、回復タイム。フェリシアは一応夏祭りを持ってきたからな。で、あと回復できるやつが、こいつも意外に春祭りを使えるんで、まあ10くらいは回復できるか。ちょっと陽子一旦下げて、攻撃してくるな、こいつ。こんな感じか。やっぱ魔法は強い。25くらう、くらえばだけど、くらったかー。ほら、やばいな。よし、龍馬死んだらかなりの戦力ダウンになる。危ねえ危ねえ危ねえ。来たか。グレートナイトなんで、モズメちゃんで、ふくはぎをして裸になれ。馬も裸になったな。お、武器セブンが C に上がった、やった。で、小判手に入れると。何なんだこれは。オロチで倒せるかな。ここだな。1残るか。よし、ここ。援護攻撃ありで倒せるんだろう。さらばだ、裸マン。傑作じゃったぞ。裸がな。9レベル。おお、上がった、めっちゃ上がった。力が1っていうのもすごいよな。どんだけ非力なんだっていう。魔力が1なのと力が1なのはなんか全然感じが違う。で、またこっちが来るから、ユリが下げるか、フェリシアも下げるか。こいつもちょっと一旦下げて、で、終わりと。おお、狙ってくんのか。反撃できないのはな、痛いよな。あのメイドが着々と来るな。そうするとまたこいつで一旦反撃するか。
いやー、このグレートナイトはね、高いわ。レベルが上がった。コツコツと経験値を貯めていく。うわー、2つしか上がらない。速さ数字、それはそれでいいな。カンナどうだ。まあ殺せるから殺しとこう。騎士の誓いだ。カンナ結構強いんじゃね。俺もいる。さすが主人公の娘さん。で、おぼろどうだ。なんで毎回1の頃ってか、パターンが一緒だから毎回同じパターンになるんだ。7の頃、これでちょっと減らせるか。16って超弱い組だな。これせめて10レベルにならないと太刀打ちができないか。ほら、いいねいいね。じゃあこれで終わりだ。勝てたみたいね。ドスって。こいつここに置いとくと多分回復できるから。オロチがちょっと減ってるな。メイドが来るか。メイドが、まあ、死ぬことはないだろう。一応一旦メイドに一回攻撃させるか。危険だ。100% だし。くらい。おお、一回で済んだか。ナイスナイス。そうだよな、オロチ。うおー、減ったー。おぼろはこれで徐々に回復していこう。夏祭りが2つしかないのを考えると、回復薬にこいつもね、実は夏祭りが使えるっていう超万能キャラ。もう一旦だけちょっと待つか。来ないな。ワンサカ湧いてくるな。二手に分けるか。どうする。1、2、ちょっとこいつの、うわ、一歩だけか。一歩だけ進めよう。2匹これで来るかどうかな。こいつもちょっと一歩だけ進めて、そうだこれです。おびき出しはお前らじゃない。来ないか。攻撃ができるかな。こっちしか攻撃できないか。でも攻撃の範囲に来ないと。来ないかな。もう一旦こいつらが来る。こいつらを殺してから行こう。もう一回来い。来た来た来た。よし、じゃあぶっ倒すか。守ってみせるわ。最高な。仕返しよ。いいね。すまないな。さてさて、カンナでいくか。まあ、反撃食らわないからいいかな。信じている。ほら、負けだ。さて次はサイゾウ。だいぶ前線に出たな。ギリギリだからしかも倒せんの。あぶねあぶね。終わったか。左の方が展開が早いな。そうすると来るか。やっぱり入った入った。暗鬼は敵の能力が下がるっていうけど、どんくらい下がるんだ。カンナ14レベルか。かなり高えな。おぼろちゃん、そうだ、おぼろちゃん射程2がないんだ。悲しいことに。悲しいけどこれ戦争なのよね。どうだ。よかった。アクはちょっと左に持っていくか。そうするとで、こいつらはまあまずはちょっと龍馬、いや援護に龍馬を入れたいから落ちて、ふ死ぬ。これがかなり危険だな。射程3だとここか。いや射程2で行こう。倒せるし。射程3はよっぽどの時だな。その時にこの銀の歩みが強い。 OKOK。 こいつも鍵開けを持っているはずだから、
クを狙われたモズメ。厄介そうな相手だ。ジョイハギ、おお、裸メイド、さらばだ。やったで、裸にしたで。でこいつちょっと盾にしないと結構危険だよな。認識オロチもちょっと後ろから行かないと。でさくら回復役で、こいつどうしようかな。上から行くか、この舞台なら。で回復役に、奥さん持ってくるか。でこうだな、よし、これ完璧の布陣だ。ゼロ、すぐに終わる。甘い、うらえ、無駄無駄。狙ってくるか。バーンサーカーはね、攻撃力が高いんだよね。カオセが、よし、ナイスだ。さあ、ユナロだ。一件落着だね。おお、上がる上がる。ようやく5か。偶然のまどろみ、なんだそれ。さあさあさあ、こいつもかわせるよ。よーし、おーら、やけに裸にすんな。さて進軍するか。才三はちょっと鍵開けの役目があるからな。龍馬様のために。あれ、才三って龍馬の部下だっけ。いまいち誰が誰の部下なのか分かんなくなってきたな。もはやあんまり話題に乗らないからな、最近そういうの。縦役としてここに行くだろう。で子供をちょっと援護につけて、こんな感じでいいかな。おお、移動力上げただけあってさすがだな。でここは龍馬を前線に持ってきて、アスラやっぱりちょっと後ろからだな。錦をここら辺だな。モズメがここで、オロチがこっちで、こいつは回復役と。龍脈がある。これなんだ。敵の持ち物を腐らせ消滅させる。え、何それ。結構いいの持ってんじゃないの。宝箱の鍵とか普通に持ってんじゃん。夏祭り。少し前線を押し上げるか。これでどうだ。来た来た。やりたい、やり、ヒットポイント高く50もあんのか。タフガイだなこいつ。だが龍馬の前に置いては、うわ25、やばい、強いこいつ。すまぬ、あいつ来るか。危ねえ、かなり危険だった。まず回復、まず回復させよう。夏祭りがあと1個しかない。で射程2から行くと倒せるな。成敗してくれる流星ペガサス流星剣、見事だった。 OK。 であとここにも敵がいるのか。錦とアシュラのコンビで行けば倒せっかな。オロチを連れていくかどうかだな。モズメと龍馬は確実に真ん中に布陣させるから、食らうよなやっぱり。そうするとこいつで1残るけど、いいや、しょうがない。なんで毎回1残るんだ、うちらの攻撃は。ほら、あれがあるんだったら攻撃してもよかったな。終わった。ヒットポイント1ってどういう状況なんだろう。超重傷ってことだよね。サイラスを送り込む。反撃は食らわないところで、いやー18か、硬い。サイラスは防御キャラだからな。これで、うお、硬い、マジ硬い。これがアーマーナイトの防御力か。まあ、うちでいうサイラスだからな、こいつ。
復活させよう。カンナ、カンナはね流石があるんで、そっちで行けば多分大ダメージが当たるはずだ。おお、くらえ。これは多分魔法の攻撃力だから貫通したの。だいぶバランスいいな。白夜やった。何を捨てようかな。これは必要。混合の一撃も必要。魔殺しか。魔導書を装備しているとき命中回避50。これも確率でしょ。これも確率だから高貴なるケットやっぱいらねえな。経験値はいい。それより戦闘能力を増加させた方が。ここはどうだ。一発で倒せるの。一発っていうか二発か。さてさて、じゃあ一旦こいつで減らしておいてと思ったら倒しちゃうから、まあいいか倒しても。40が2回か。おお結構だ。倒せるか。倒せねえし。くるくるくる。しかも流突まで出た。さすがだな、スキルの発動率が高い。馬で駆け巡ってたけど。よいしょっと。こちらは左から回り込むか。うわ、なんか使ってきた。いってー、超弱え。で、こいつまたここにいるんだよね。とりあえず鍵開け要員で採用は必要だろう。どうするかな。カンナを連れていくか。サイラスはこう、カンナ連れていこう。このペアでいこう。よし。で、左側のやつは、龍馬がちょっと機動力が少ない気がすんな。追いはげ。裸にしてやる。あ、ってか死んだな。いや、死んでない。ああ、倒したか。クリティカルめっちゃ重要だな、これ。シャキーン。じゃあちょっと錦とアシュラで行って、おうちは左から行くか。あいつ、ちょっと邪魔だな。倒せるか ?3 残るのかよ。フェリシアもちょっと無理か。匠の機動力を持ってしても無理だな。しょうがない。ねえ、やってくれか。いたたたたたたた。うわ、結構食らう。暗記系浮かれてんな。これ超弱いのに。来た。フィンブル5。よし。当たっても大丈夫だな。うん。無駄無駄。この回復薬はいいな。アシュラでちょっとこいつを、射程外からぶん投げる。こういう時に役立つよな。勝てると信じるんだよ。これでぶっ倒せる。まあ、96が2回当たれば。いたたたた。よし、オッケー。だいぶ経験値上がった。宝の鍵、宝の鍵などいらん。自力で開ける。わっ、こいつ機動力が一応遅い。さてさて、誰で倒そうかな。こっちで一回攻撃を仕掛けるか。ここだな。そうするとあんまりあっちに行きすぎると来るからな、敵が。ほら、いてー。よかった。よし、レベルアップした。アマかける。アマかけるって確かそんなにいいスキルじゃなかったと思うんだよね。メイドさんで回復して、あの右のやつもぶっ倒してな。
大丈夫かな。攻撃はできる。刀を投げる。おお、これ絶対倒した。よーし。すまない。いいね、強い。松祭り。で、壁役を置いておいて。おぼろがやっぱりちょっと弱いな。龍馬、そうだ、減らされたんだ。しかも暗記使ってるからみんなの能力が下がってんだけど、いけねえし。おお、 13×2 か。24の11、倒せる。反撃で倒せるはずだ。かわされた。マジかよ、これは痛い。 72%。 オロチが大体死ぬな。いやー、お前はいいよ。当たっちゃったよ、バーサーカーの子。やばいやばいやばい、これやばいんじゃねえの。21の9。倒せ倒せ、倒せなかったか。ことって、うわー、こいつもやられたか。もう龍馬に託すしかない。鍵を開ける前にまずこいつを攻撃しよう。待って、届かねえし。ん、あと1マス進んどこう。さてさてさて、宝箱を開けますか。ブーツ、お、やったー。これは水車なんだろうな、あとで見てみる。いやー、まさか主人公やられるとは。金持ってんな、こいつ。こいつらの機動力を見よう。ここら辺までは攻撃仕掛けてくるってことか。じゃあここら辺でちょっと、死ぬの。これしかも敵だし、よく見たら。たけみを出すか。まあまだ強キャラたけみもいるからな。オッケー、お前はされ。強いんだ。馬野郎が。術書。宝の鍵いらねえっしょ。で、サイラスで、とりあえず殴っとこう。しっかりしなよ。ほら。手を貸すよ。オッケー。ありがとう。あとはこの真ん中舞台か。こいつでとりあえず一回ぶん殴っとこうって。誰が敵だ、こっちか。メイドちゃんか。そうするとこいつでいけるかな。なるべくレベルを上げたいからな。これ何なんだ、ふくはぎって。本当にわからん。ここに置いて、さくら、夏祭りラストか。レベル、あーって。もう左右に散らせたメンバーはもう戻ってこれないな、これ。狙ってきたか。ダムダムダム。甘い。回復回復、徐々に回復。これで、まあいいや。変身。いいて。これ才蔵殺されたらかなり危険だな。宝箱開けるのがめんどくさくなるぞ。確実に。うおー、なんだ、ダメージを食らった。仕留める 100%。 OK。 くーらえ、この野郎。これでいいんだよね。そうだ、お前は殺戮マシーンになればいいんだ。で、ちょっとこいつらのあれも見とこう、射程範囲を。ここまでか。ってことは一旦ちょっとここら辺にいて、
と龍馬もすぐ攻撃できるところがいいな。これで敵が来るかどうかだよな。あと動いてない。2人はもういいや。しまっと来ないか。ちょっと龍馬も回復してから行こう。あ、そうだ、宝箱開けないと。宝箱、大祭りだ。やった、これは貴重だ。そろそろ大祭りも持っとくべきだな。斬新なんだ、もう全然わかんない武器ばっかだな。あと一旦待つか。よし、回復完了。龍馬でこいつをぶっ倒す。何、上と下だ。下の方が不利だからな。あ、高低差はないと思うけど、このゲームに。さてさてさて、フェリシアがいけないか。フェリシアもちょっとブーツ使おうかな。モズメも無理か。一応攻撃できるけど、うわー、トマホークとかいうので狙ってくるのか。どこだ。フェリシアをちょっと一回復活させるか。タックルでどうだ。なんだか微妙だな。サイラスをここに置いて、とりあえず攻撃と。おや、で、あとこいつらがどこまで行けるか。全然行けねえ。置くしかない。防刃敷くか。攻撃したから防刃敷こう。よし、でこれでここに置いて、いや待って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 、ここに置いて倒す。倒します。信じている。おお、よし。これは匠死ぬ可能性があるな。そいつら容赦なく狙ってくるからな。こっちだな。倒せるやつを倒す。お前な、奥さん、旦那の敵を取るんだ。上出来です。さすがだ。奥さん34レベル結構上がったな。で、減るよな。ちょっとこれはピンチだから、真ん中の舞台だけでなんとかするしかない。うお、大丈夫だ。72% かわせなかったか。これはかわせないか。クールな。俺がついてる。匠死んだか。やられた。なんかに。マジか。またちょっとこの周りをぶっ倒すか。トマホークのな、ジェネラルっていうのがちょっとうざいからな。あれ、普通に倒せんな、これ。トマホークだから射程1は狙えないのか。頼むぞ。いいね。あとはこいつもトマホークだから、ジェネラル。こいつさ、本当は同時に弾きたいんだけどな。まあいいや。見出しのみは万全。で、こいつでぶん殴って、ダメだ、パワーが足りん。パワーが桜でいっか。最後は倒せるんだよね、これ。大丈夫だよね。15だから。ここは危ねえな。おお、38問やってた。で、最後はもう龍馬に託すしかない。頼むぞ。まあ倒せる倒せる。ほんと危ねえな。終わりだ。マクベス、なぜです。なぜあなたたちはそこまで人のことを信じられるのです。私には理解できない。お前の頭で理解させようなんて思ってないよ。なんてことだ。死にたくない。私はまだ、いや、死ぬのが運命だ。
葉隠れ。ちょっと苦労したな。まさか勝負あったね。お前偉そうに言ってるけど死んだよ。今度こそ本当に君の負けだ。いやお前途中で倒れただろ。じゃねえよ。もっと君は胸を張っていいよ。死にたくない。なぜ私が死なないといけないのです。私はそうだ、実は私もガロン王の魔術にかかっていたのですよ。ですからこのような真似本当はしたくなどなかったのです。嘘をつけ。助けてください。悪いのは全てガロン王なのですよ。私はかわいそうな駒だったのです。どうかご慈悲を。卑劣な愚か者め。いつまで悪あがきをする新参だ。貴様のようなものは我がアンヤ王国軍の恥さらしだ。まさか。その声はレオン。レオン様、助けに来てくださったのですね。ささ、この者たちを倒してください。私も援護しますゆえ。お前聞こえなかったのか。僕は助けに来たわけじゃない。お前のような卑怯なものを見ると虫唾が走る。レオン様。恥さらしだ。覚悟はいいね。そんな、お許しを。どうか塵になるがいい。塵にするの。あれ消えた。けがらわしい。レオン帰ってきてたんだね。君の真実は見られたかい。ああ。もうあなたのことを兄さんとは呼ばない。ただ水晶球の導きに従って僕は見てきた。あなたのなすべきことが正義だということを。でも僕はやっぱりこのアンヤ王国の王子なんだ。手を出せるのはここまでさ。うん、分かってるよ。それでもありがとうレオン。もう兄と呼んではくれなくても、君は僕にとってかけがえのない大切な人だよ。ミカミックス。あのさレオン。ん？なんだよ。また方位が裏返ってるんだけど。え？分かってたなら早く言ってよ。ごめん、何かそういう雰囲気じゃなかったし。それはわかるけどさ。大丈夫だよレオ兄ちゃん。それでもすっごくかっこよかったもん。お前いつの間に出てきたんだ。エリーゼ、お前もいたのか。どうして、そしていつの間に馬に乗ってきたんだお前。あのね、私説得しに行くの。マークスお兄ちゃんとお父様を。だって家族で殺し合うなんて私はやっぱり嫌だから。気持ちはわかるけどそれは危険だよ。マークス兄さんも父上もそんな説得に応じるとは思えない。お前は利休に戻るべきだ。私は行く。もし無理でもいいの。この話を聞いてくれなくても構わない。でもこのまま何もできずに待ってるだけなんて嫌なの。何もしないで後悔するなら死んだ方がマシだわ。死んだ方がマシとか言うなよ。それにさっきカミラお姉ちゃんとも約束したのよ。平和になったらまたみんなで楽しくお話ししようねって。本当はレオン兄ちゃんもそうなればいいって思ってるでしょ。僕は別に。でもまあそんなに決意が固いなら好きにすればいいんじゃないか。やったー。ありがとうレオンお兄ちゃん。ありがとうレオン。まったく、どいつもこいつも怖いもの知らずだね。てんてんてん。強いよマークス兄さんは。とてつもなく。僕なんか話にならないくらい。そしてもしかしたら父上はもっと強いかも。うん、そうだとしても行くしかない。そのなすべきことのために命を落としたかけがえのない仲間たちのためにも、もし戦うことになったとしても僕はもう迷わない。戦うことでこの戦いを終わらせてみせる。そうか。それじゃあ僕は行くよ。また会おうレオン。またねレオン兄ちゃん。ああ。またな。ブーンを。どうかブーンを。おいお前たち、いい加減隠れてないで出てこい。なんだ誰かいたのか。いやらしいなレオン様。見てないようでしっかり見ていたんですか。仕方ないな。仕方ないな。喋ってきた。我が闇の波動は隠そうとしても溢れ出てくるものらしい。お前たち頼むからそういう妙な言動ばかりするなよ。みっともない進化を持つと恥をかくのは僕なんだからな。
恥とは何ですか。レオン様、わけのわからない水晶を持って無限渓谷に行ったっきり帰ってこないから。谷の奥底に潜む魔獣にその精神を食われ、悠久の闇の中をさまよわれているのかと。はあ心配だったってことですよ。俺もすごく心配でした。近い近い、顔が近い。離れろゼロ。ご命令とあらば。あの水晶、何が見えたんですか。へえ、俺たちにまで秘密にするなんて、さぞかしいいものが見えたみたいですね。いや、そんなんじゃない。ただ父上はもう、うん、おい、いいか、この先誰がどうなっても、この戦いで誰が死んだとしても何もおかしいことじゃないんだ。それだけはお前たちも覚悟しておけ。はい、ああ、分かってますよレオン様。こうなる前からずっとそうか、それならいい。ミカミックス、どうか父上を。もう父上はダメっすね。これはもう何かに囚われてる、操られてるのか分かんないけど、まあそんな感じで、じゃあ第25章これで終了したいと思います。